ここでですね、答弁書の中で原さんの驚きの新事実があったということなんですが、それがこちらですね、見てみましょう、どうぞ。はい、森裕子議員の答弁書より抜粋ですが、そもそも本件記事は、被告が漁業法改正に関わる一連の経過を調査していたところ、これを端緒に発覚した事実をもとに、毎日新聞社が取材を重ねた上で報道したものということは？だからね、これ、いや、本当驚いたんですけどね、僕はね、この出発点はね、毎日新聞だと思ってたんですよ。じゃなかったってことですね。毎日新聞が記事書いてね、森さんはある種、それにこう騙されちゃったっていうか、それに乗っかって、国家で追及しちゃったのかなと思っていたら、そうじゃなくてね、出発点は森さんで、それをきっかけに毎日新聞が調査をして記事を書きましたと。で、その記事を出したので、森さんは質問をしましたって言ってるんですよね。いやだからこれね、毎日新聞さん何やってたんですかと、これ、はい、森議員 の、下請け調査機関だったんですかってことなんですよ。そういうことになりますよね、筋としてはね。国会議員がマスコミに情報提供ないし依頼して、でマスコミが取材を行って記事にし、それもデタラメの記事をね、でそれをもとに国会で議員が質問というまさかの流れだったと。いかがですか、滝田さん。いや、これ、ちょっと番組前にちょっと原さんとお話したんですけど、そのマスコミとメディアとその、例えば国会議員が一緒になって問題を追及したりすることはあるんですよ。ただ、やる場合はですね、要するに原さんが衆院議員だとしたら、原議員はっていうのはどっかに出しますよ、それは。で原さんが調査して分かったこともあるし、でそれにプラスして私が取材したことが分かる、でそれをパッケージにして出すべきだと思うんですよ。ただ分かるでしょ、どこからソースが出るとかいうのは。でもこの場合全くそういうことを出さずにポーンと来たわけですよね。だから、森さんが、おかしいんだよねっていうことを毎日新聞に言って、毎日がそれおかしいですねと乗って、プラスアルファ取材して、で出した。でこれ出したら森さんは国会で、質疑しやすくなるわけですよ。あの人たちもともと週刊誌報道とかをね、ベースにしてやるのが大好きですからね。だからそのメディアでこうでしたよっていうのをやりやすくなるっていうのはありますね。だからその流れというのはあるんだと思います。そのある意味でこう自分たちでマッチポンプつけて、マッチポンプみたいな感じでこう火つけてポコポコ回し合ってる。だからこのポンプの回り方がね、こっち側から回ってたとは僕は知らなかったということですよね。向きがね、逆回りだと思ってました。この岩盤規制改革の壁となっているのも実はその構図なんじゃないかということで、ちょっと見てみましょうか、こちら。はい、俗に新利権トライアングルという、俗にやるで、これ僕が作ったすいません、著作権失礼しました。原さんが生み出した言葉ですね。新利権トライアングルと言われるこの構図ですよね。そう、これはね、元はね、別のトライアングルってやつがあって、業界団体と役所と族議員、主に与党ですよね、与党系の族議員の人たちとでトライアングルを作って利権を守ってるという話がもうこれ昔からずっと言われていた、でそれを打ち破るためにその官邸主導の枠組みって作ったわけですよ。でその役所とかその族議員とかを突破していくための仕組みとして官邸主導を作って、国家戦略特区なんていうのはその一つで、一定程度機能し始めたら、それに対して何が起こったかっていうとね、そんなこれまでの鉄のトライアングルじゃ頼りにならないから、新しい枠組みを作ろうと、それで野党とマスコミを使う、でそこで新しいトライアングル作っちゃったんですね。でこれで何が起こったかっていうと、さっき滝田さん言ったみたいに、マスコミでまず記事を出してね、で記事を出すとそれをもとに野党で国会質問できるわけです。でね、その記事がね、どれだけいい加減だってもね、質問がなされちゃうと、今度はその質問がなされましたっていう記事書けますからね。でまた記事が出て、で記事が出るとまた今度それをもとに質問するっていうね、この無限にこのサイクルが回り続ける。だから盛りかけはまさにこれでね、大成功したんですよ。もう何年でもこのサイクル続けられるぞって言ってね、大成功して、でそれを今回私のケースについてもやってみようかなと思ったら、ちょっと訴訟をやったりとか、ね、なってね、引っかかっちゃったって、だからこれはね、いい機会だから、国会とマスコミでね、いかにデタラメなことをやってるかも僕は全部晒す、っていうことです。でこれなおかつ野党が
PT を作って、うん、プロジェクトチーム、そうプロジェクトチーム作って、はい、霞が関から事務方を呼んで聴取するわけですよ、ね、球団区長で、ね、球団をするわけですよ、うんうん、でも似たようなことを委員会でもやるわけですよ、国会の、うん、でそれによって霞が関が疲弊しまくってるわけですよ、はあはあ、ひどいですよねこれは、うんうん、そうでなくても国会 の、 質問主意書を送るのを時間ね、森さんこれでも問題起こした人ですけどね、時間通り守らなくて真夜中に出してきたりとかするわけじゃないですか、そうでなくても負担がかかってるのに、またこ の、 マッチポンプ的なねところで発生した問題をめぐって野党 PT なんか開くから、またそれで霞が関が呼ばれて聴取されまくってるんですよ、もう人民裁判みたいなもんですよね、あれってね、まあ、あれ集団いじめですよね、いや本当にいじめ、それでね僕のね話も本当になんか政府の人たちには申し訳なかったんだけど、この毎日新聞の記事に基づくね野党 PT って作られたんですよ、国家戦略特区利権隠蔽疑惑 PT とかってやつが作られちゃいましてね、でもこの夏ぐらいに国会閉じてる間にずっと延々とやってるんですよ、やってたんですか、やってた、でそれを受けて10月に森さんの質問がなされるんだけども、これまたね、いや要するに野党 PT で全然その真実を明らかにする、はい、事実を明らかにすることはやってなかったんですね、でなんかねみんなでねわーっとねこれなんか怪しいことがあるぞって言ってるとね、なんかこう集団心理なんでしょうね、だんだんこうそう思い込んじゃうんですよ、で中にはね新聞記事に書いてなかったことまで信じ込んじゃう人までいましてね、はい、篠原さん高橋さんっていう、まあ、さっきもう一人の国会議員って言ったのは、まあ、そういう、うん、なんかね毎日新聞に書いてなかったことまでブログに書いちゃいましてね、なんとかっていう、まあ、方まで出たりするぐらいに、はい、なんか妄想をこうみんなでこう作り上げて、信じ込んでいく場になっちゃってるんですね、まあ、なのでもうこれねともかくその役所の人たちには大変な迷惑をかけてるしね、早くやめないといけない、廃止すべきですねこれね、はい、嘘も100万回言えばなんて言葉がよぎってしまいますけどね、中国みたいな、ね、中国韓国みたいな、それ追い打ちをかけないとかけられますね、新利権トライアングルの構図が再び浮かび上がったということで、今回は原英二さんを招きして森裕子議員が自ら暴露誤報の真相と題して、お送りしました。原さんお疲れ様でございました。ありがとうございます。さあではちょっと残り時間わずかになってまいりましたが、ニュース深入りにも戻りたいと思いますけども、滝田さんいかがしましょうか。こんなに重いテーマなのにありがとうございます。原さんの声が可愛いという若干表情が晴れやかになりました、はい、いかがしましょう。じゃあアフガニスタン、はい、アフガニスタンこちらですね、はい参りましょう。ではこの話題ですね、アフガン民主体制強要せずアメリカの国務長官の発言とありますが、続けて後半深入りまいりましょう。共同通信によりますと、アメリカのポンペオ国務長官は12日カタールの首都ドーハで開かれたアフガニスタン政府と反政府武装勢力タリバンによる協議開始の式典で演説し、アメリカは他国に民主的なアメリカの体制を押し付けないと明言しました。イスラム教に基づく体制の確立を主張するタリバン側に配慮する姿勢を示したとみられます。2001年に発生したアメリカ同時多発テロの後から続くアフガニスタンの戦乱はアメリカ史上最も長い戦争と位置づけられています。今年11月の大統領選挙で再選を目指すトランプ大統領は2期目の公約として終わりなき戦争の終結と駐留するアメリカ軍の帰国を掲げていますが、これを実現するためにはタリバンが2月の和平合意を遵守することが必要となりますとなっております。まあ、ようやくここまで来たのかっていう話なんですけど、はい、まあ、私は一貫して懐疑的ではあったんですが、はあ、昨日の夜に私が以前スタッフとして、いろいろ一緒に仕事してたアフガン人のジャーナリストに